駅舎外移管サメズ駅は東京都品川区東大井一丁目にある京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は KK05。隣の青物横丁駅との駅間距離は 0.5km と近接している。島式ホーム一面二線の外側に通過線を二線を有する高架駅。ホーム有高長は6両編成分である。時間によっては普通列車が 後続のエアポート急行特急、快徳、回送などを複数まとめて退避するため、7から10分程度停車することがある。品川駅を出てから、初めての列車退避が可能な駅である。外気にさらされる効果かつ島式のホームでの長時間、退避が状態化しているため、利用客からの意見を受けて、2008年3月22日に、 京急本線のホームで初めて待合室が設置された。以前は、都平半減を用いて停車中の電車の一部ドアを閉鎖していた。地平時代のサメズ駅は、間に本線を挟む相対式ホームの対比駅であった。2020年度の1日平均乗降人員は8471人である。京急線、全72駅中55位。近年の1日平均乗降、 乗車人員は下記の通り、駅西方にはマンションが立ち並び、東方には古い民家と低いビルの混在する雑然とした街並みが広がっている。東方100メートルほどのところに旧東海道があり、立ち合川駅とともに土佐藩屋敷があった周辺として、歴史上の史跡もいくつか存在するが、品川塾として整備されている。青物横丁以北ほどは未だ整備されていない。 また当駅のすぐ北の地下を臨海線が交差し、駅北東に品川シーサイド駅があるが、臨海線と京急本線の直接の接続駅は設けられていない。最寄りバス停留所は、駅からやや離れた大井消防署前、または南品川三丁目となる。以下の路線バスが京浜急行バスにより運行されている。両系統ともに青物横町駅及び、 立ち合駅に停留所があるため、当駅での乗り換えに利便性はない。都営バスの東京高科専門学校前停留所、東京運輸支局前停留所も同程度の距離がある。ありがとうございます。